大地さん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日本に来てタクシーに乗ってるんですけども、はいはいはい、まだほら見てください、このマスク。アメリカとは違ってもうずっとマスクしないダメですよ、これは。はい、あ、しないと乗れないんですか？それかあの選べる感じなんですか？電車の中でたまに外してる人いますけど、なんかでもアナウンスでもなるべくつけてくださいみたいな流れてましたけどね。そうなった場合は外すんですよ、みんな。ああ、みんなね。それ強制じゃないんであれば、選べるんであれば外しますよっていうスタンスでしたね。はい、うん、まあ、ちょっと不良っぽい人しかマスク外してないんで、日本だと電車の中とかの、だかちょっとね、躊躇しちゃいますね、やっぱり。極力したくない方なんでね。まあ、外歩いてる時も外しちゃってますけどね、僕はね。あとショッピングモールとかで外しても特に注意はされないんですけど、うん、まあ、店舗入る時はちょっとつけないのですね。日本は大人が外さないと子供も外しづらいですよね。そうですね、かわいそうですよ、みんなの子供たち ね。なんか最近出てたのは、日本人お茶が好きなので、あ、お茶を注げるマスク。お茶を注げるマスク。そう、お茶マスクしたままね、お茶がこの辺チャプチャプなってるんですよ、はい、透明でね。マジですか？ハワイから帰ってきてどうですか？安く感じます？いや、もう全部安く感じます。為替が違いすぎじゃないですかって。1ドル136円ですよ、ね。いや、もうハワイの生活に慣れちゃってると、もう全部なんだ、俺ただ同然じゃないかぐらいね、大げさで言うと。だって約6倍ぐらい違うじゃないですか、もう体感ではね。とんかつ守護戦しないですもんね。そう、しないしない、絶対しないですよ。高級とんかつ言っても5000円のとんかつ。あるのはあるかもしれないですけど、そんなとこ行かないですけど、ね。うん、ちょっとそれこそ敷居の高い感じのとんかつあるじゃないですか。百貨店の中で百貨店丼食ったら1700円ですけど、安いと思いましたよね、ハワイと比べればね。この為替なんですけど、今の諸外国はずっと利上げした状態じゃないですか。利上げ、ね、アメリカもずっと利上げですよね、ずっと方針的にね。それで不動産の売りが止まってるみたいです、やっぱり。お、止まりましたか。そりゃ金利上がったらね、銀行融資みんな渋りますよね。ただな、安いなら買おうかっていう人が多かったと思うんですよね、銀行融資ね、はい。それが高くなったら、じゃあ今じゃないかな、もう家がどうしても欲しい人なら買うかもしれないですけど、うん、そうですね。投資なら、じゃあ他の投資っていう人が多いんじゃないですかね。金利上がってくると、今まで投資した資金が一気にね、ドルに流れるじゃないですか、今ね。で、日本もほら、安全通貨っていう形のメリットはあるんですけど、金利が安くてもね。はい、はい。まあ、さすがに安全か、金利高いか。金利高い方流れますよ、どこまでね。ほら、日本が今利上げを全然発表してないから、そのまま行きますみたいな感じなんでね、日銀総裁の方もね。そうするともう日本から、そっちに流れる一方っていうかね、この流れは結構続くんじゃないですかね、まだまだね。当分続きそうなんじゃないですか。ちょうど大地さんが日本に帰ってくるぐらいの時には、はい、めちゃくちゃ安くなってるかもしれないですよ。なんでも僕にとってはいいことなんですけども。アメリカで絶好調で稼ぎまくってるじゃないですか、あの大工さんの仕事で。最近もう改装工事がもうどんどん、もう9月ぐらいまでなんだかんだスケジュールもいっぱいですよね。あんまり約束しすぎてもあれなんで、他に回してますよ。まあ、だって物価高に乗じて全部高いから、ね、相場に合わせるだけでも儲かっちゃいますよね、大さん、ね。そうです、みんなそりゃそうだよなという感じで、うん、そんなにすごいあの値引きしろってないですよね。どこも上がってるから当たり前だなって感じですよね。上げ上げムードって、そこはアメリカ強いですよね、やっぱね。なんかみんなもうイケイケどんどんみたいな感じでありますよね。まあまあ、不動産業界ずっと今までもう何十年も悪くなってないみたいですからね。コロナの時なんかってもう大忙しですよ、みんな。やっぱ家にいるから、じゃあ改装でもしようかってなるじゃないですか。銀行からもお金借りやすいしね、今金利安かったからね。そうそうそう、店も開けれないのに今のうちに改装してしまいとかね。でもこのね、円安ドル高がまあ続いてどこまでいくかっていうのは、僕もちょっと今ここではね、予測を数値化するのは控えたいと思うんですけれども、まあなんか進みそうですね、まだまだ今のなんか当分続きそうですよね。こういう中で僕たちもどう考えるかっていうのはやっぱり重要になってくるんじゃないかなと思いますよね。円だけでっていうのはちょっときつい、厳しいですね。今の円もドルも両方稼げたら一番いいですけどね、うん、今のうちにちびちびとゆっくりと日本円に両替していくっていうのもいいかもしれないですけどね、うん、どっちみち行きますからね、うん。まあ、もちろんもっともっと円が安くなるかもしれないけど、まあ、それ言ってても分かんないんで僕たちね。とりあえず20年ぶりのね、このレートをとりあえずはゲットしておくのは悪くないんじゃないですか。まあ、ただ一つ考えたかもしれないのは、僕たちが生まれた頃、僕1976年生まれですけど、はいはいはい、その1月の為替相場がなんと1ドル306円なんですよ。おー、1976円。もしかしたら未来に136円も、いやー円高だったなっていう日が来るかもしれないじゃないですか。まあ、直近1年でこんくらい行くんじゃないかって株式市場の方々とかいろいろ予測とかはしてるんですけどね、僕のマスター含めてね、いろいろね、あくまでも為替っていうのはね、分かんないんで、ではそういう分かんない中でどう考えていくかっていうのがやっぱり重要ですよね。いやだからちょっとハワイも
まあでも年内に1回行かないといけないかなっていうのもあるんですけど、なんかあんまりちょっと短めに設定しちゃいかなみたいな感じですね。家をいろいろ高つきますよね。ということで、ちょっと引き続き、まあ日本に来ればね、安く買い物できると思いますね、第3弾はね。食べ物も安そうですし、まあ、ディズニーランドとかああいうところは変わらないみたいですけどね。まあでもほら、ドルで考えてるのがね、どんどん安くなってくるんで、夏に来るんですよ。いや、今年、夏はね、ちょっとパスポートが全員切れてたってことに気づいて、はい、ああ、そうですか。はい、今、申請でしたところで、1ヶ月か2ヶ月かかるので、はい、まあ、ちょっと落ち着いて、秋か冬かには入りたいと思います。では、それでは引き続き、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。